神を信じますか？あなたの神を信じますか？あ、ちょっとすみません、あなた宗教とかに興味は、ああ言ってしまった。ああ、ちょっとすみません、あのあなた朝起きたら膝の上に神様が乗っていたこととかありませんか？ああ言ってしまった。ああ、ちょっとすみません、あの私ベホイミ教という宗教に入っているものなんですけども、あなた今何か悩み事とかないですか？何でもいいので悩み事があれば僕が解決いたしますんで。ああ、ちょっと待ってください、何でもいいんで悩みが。え、最近肩こりが激しい。なるほど、わかりました、ちょっと待ってください。主はこんなことを申しております。禁断の果実を食しピッペリキワンと。ああ、ちょっと待ってください、行かないで行かないで。主はこんなことも申しております。時期が老廃物を流すために血行を良くするピッペリキワンとも。ということでですね、そんなあなたの悩みを解決するのにぴったりな神様を今から紹介したいと思います。すぐに紹介いたしますので、ちょっと待ってくださいね。肩こりマヤコン、肩こりマヤコン、医療肩こりの神様、ウェーイ。はい、ということでこちらが肩こりの神様です。こちらの肩こりの神様は毎日お祈りを捧げることによってあなたの肩こりも徐々に治っていくことでしょうって。ああ、ちょっとどちらかにどうですか。ああ、行ってしまわれた。いつもこうやって会員の失敗ばっかりだよ。あ、肩こりの神様、すいません、もうお帰りください。肩こりの神様、また会えますよね。一緒にベホイミ教の勧誘またできますよね。信じてますから僕は。